農地の大区画化や汎用化のための工事の設計、発注、工事監督や予算の管理を行っています。大学生の時に農業農村の活動を応援するボランティアサークルに所属していました。その際に中山間地域では少子高齢化や過疎化の影響で農地の管理や地域機能の維持が難しくなっているということを肌で感じました。その経験から中山間地域の活性化や農業農村の維持管理に携わる仕事に就きたいと思い田山県庁を選びました。地元の方や工事受注者の方と意見のすり合わせを行い協力して良い現場を作っていくことにやりがいを感じます。この地区は県営農地整備事業で農地の大区画化や汎用化を行っている地区になります。職場でのソフトボール大会やマラソン大会への参加など職員間の親睦を深めるイベントが多くあり幅広い年齢間で親しみやすい職場であると思います。土日は基本的に休日なので趣味の時間は確保しやすいです。平日も業務が終わってからジムに行ったり家で映画を見たりなど趣味に時間を費やすことができ充実した生活を送ることができます。県を代表する農業の基盤を支える仕事でありとてもやりがいがあります。大学等で学ぶ知識や技術力を発揮することができ広く県民の力になれる仕事です。さまざまな福利厚生が充実しており自分のペースで休暇を取得することもできます。地域の農業が目指す姿を実現するためのお手伝いでもありまた農村地域の活性化にもつなげる広い視点が求められる仕事です。これからもいろいろな現場や仕事を経験して多くの人と交わりながら技術を磨いていってもらいたいと思っています。今後の成長に期待しています。この動画をご覧の皆さん私たちと一緒に農業土木職として一緒に働きませんか？